竹山ガムテープ買ってきて。さあ今週も始めましょう。竹山ガムテープ買ってきてでございます。去年3人目の子供が生まれて、丸々して可愛くなってきた三男を見て、このあんこもなかさんがですね、思いついたままに歌を作って歌っていたら、それを上の子供たちが覚えて一緒に歌うようになってきたと。私が大きくなったなら、マッシュルームになりたいな。炒めて美味しい、焼いて美味しい、キノコの女王、マッシュルーム。マッシュ、マッシュ、マッシュルーム。マッシュルームはこんな形、マッシュ。かわいい歌だね。お兄ちゃんが歌ってるよね。さあ、そしてこのマッシュルームの歌の依頼なんですけど、先週からね、赤井さんスタートしたばかりなんですけど、意外とすごい展開になってまいりまして。赤井さん、竹山さん、こんにちは。こんにちは。昨年2月の絶対音感の時にメッセージを紹介していただきました。ピアニストで作、編曲もしております、タック山田です。はいはい、お世話になっております。1月31日うちで作業中にマッシュルームの歌が聞こえてきまして、普段 CM 音楽の制作をしている私としては、何か作った方が良いのかなと勝手に思ってしまい、かっこ笑い、編曲音源を制作したのでお送りします。元の歌を少々テンポアップしてあります。 BPM93 を BPM104 にと、全く意味がないことでございますが、ちょっとテンポアップされて、作ってみると野に咲く花のようにとサザエさんをミックスしたようなアレンジになっていますね。マーチ風にアレンジするのも面白いかもしれません。タック山田と。あら、タック山田さんはね、そもそもこの番組のリスナーでもあるんですけども、ちょうど2年前1年半前ぐらいに、そのコロナ禍で緊急事態宣言から出た時に、星野源さんのお家で踊ろうって流行ったじゃないですか、あれで俺が自分の事務所で体操してたんですよ、でそれであのこれ使いたい人適当に使ってくださいって言ったら、それとお家で踊ろうを組み合わせたやつを作ってくれた方が、タック山田さんです。そうですか。ピアニストの制作とか編曲なさってる方ですね。今回も、今回もねやってくれたんですよ。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあプロが手入れたやつ聞いてみますか。でお願いします。私が大きくなったならマッシュルームになりたいな。炒めて美味しい、焼いて美味しい、この女王マッシュルーム。マッシュマッシュマッシュルーム。マッシュルームはこんな形。マッシュマッシュマッシュルーム。マッシュルームマッシュルームはこんな形。マッシュ。すごい。すごい。みんなの歌じゃん。もうタック山田さんすごい。タック山田さんが最後のサビのとこ繰り返してくれてるんですよ。ああなるほど。それで余計バランスが良くなって。そうなんですよ。はあ、さすがプロ。全然なんか童謡集みたいな CD に入ってるような。すごいな。プロが入るとこんなことになるんだ。すごいね。あらら、素敵ですね。素敵ですね。これも全然これでいけるような気がしますけど、赤井さんね、聞いていただいたこの音源、先週の火曜日の夜、竹ガムの翌日ですよね。翌日にもタック山田さんが届けてくれまして、で先週の金曜日にね、タック山田さんからもう一通メールが来ました。これです。読みましょうか。赤井さん、竹山さん、こんにちは。2月1日に送ったメールの続きです。マッシュルームの歌の別パターンで作ってみました。マーチ風アレンジですと。BPM は93から118にテンポアップしておりますと。さらにテンポアップだということですよね。じゃあ聞いてみます。もう一曲作ってください。マーチ風アレンジだそうです。でこちらです。私が大きくなったならマッシュルームになりたいな。炒めて美味しい、焼いて美味しい、キノコの女王マッシュルーム。
ュマッシュマッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュマッシュマッシュ、マッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュ。すごいね、甲子園でかけてこれ。ほんとすごい、吹奏楽部、すごいね。あ、やっぱアレンジによってまた全然違いますね。全然違うんだね。面白い面白いね、やっぱプロが入ると、あら、これいいですね。どっちもいいですね。うん、どっちもいい。なんかさっきのもなんかふわっとほんわかして明るくていい曲だなと思いましたけど、はい、マーチ風になるとでも元気が出る感じ、ね、そうですね、なりますね。へー、山田さんありがとうございます。仕事が早い、早いですね仕事が早い、ありがとうございます。これね、改めてこれラジオネームあんこもなかさんのこのマッシュルームの歌ですけどね、今ここまで仕上がっているわけですよね、はい、なんかいい使い方ってなんかないでしょうかね。本当ですね。そうだよね、うん、だから一番いいのはスーパーなんかでかかってると一番、うん、いいよね、昔のさ、うん、うちの事務所もちょっと絡んでるけど、そうそうそう、魚みたいに、うん、マッシュルームなんてこの子ずっとかかってるとね、うん、いいですけど、キノコじゃないからね、キノコ全体じゃない、ね、マッシュルームのみだからね。特化するってことはすごくスーパーとしては珍しいか。そうね、それかだから本当にこれはそのマッシュルームを売らないよりも、もう一番やっぱり頼みたいのは NHK さんのみんなの歌さんとかなんかそれかどっかの音楽メーカーさんも含め、まあ、食品メーカーさんももちろんですけども、うん、なんかこれを一つの作品として、うん、なんか形にならないかね、形にはなってるけど、一つのなんていうのこの作品としてのさ、か、うん、何なんか、ね、ちゃんとした公式の曲というか、うん、そうね。いやでもここまで仕上がったすごいな。すごいね、うん、どうすりゃいいんだろうね。ねえ、教科書作ってる人とかさ音楽の教科書載らないかねねえ、こういう感じで、みんなの集めるとかね、本当にね、はい、で作ってみるとかね、そう、どうしたいんだろうな。本当にね、あんこもなかさんの、まあ、言うたら鼻歌から始まった曲が、うん、意外とここまで多くなってきてるっていうのは、ね、あ、でも本当山田さんのおかげでここまでね完成度高いいい曲になりましたの で、 そうです、ね、あとはねご縁です ね、 本当ですね、あればということでね。ちょっともう一回両方聞いてみますか、うん、ね、じゃあまずは、うん、こっちの BPM104 の方、BPM104 のちょっと待って、その前にもずっと分かんないけど BPM って何誰か知ってる人いないの。テンポの値が BPM っていうの、うん、じゃあ1曲目に聴いてもらった BPM を本当はオリジナルは93なんだけど、うん、それをタック山田さんが104にしたもらったバージョン、はい、続けて BPM を93から118にしたマーチ風アレンジ、うん、マッシュルームの歌続けてお聴きください。私が大きくなったならマッシュルーム炒めて美味しい、焼いて美味しい、キノコの女王マッシュルーム、マッシュマッシュマッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュマッシュマッシュルーム、マッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュ。私が大きくなったならマッシュルームになりたいな、炒めて美味しい、焼いて美味しい、キノコの女王マッシュルーム、マッシュマッシュマッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュマッシュマッシュ、マッシュルーム、マッシュルームはこんな形、マッシュ。いいね、うん、すごい。いやでもやっぱこう編曲とかね、こういうお仕事されてる人ってやっぱ素晴らしいですね。素晴らしいですね、うん、中井さん今俺思いついたんですよ、はい、今マッシュルームになったでしょ、うん、これ1番でしょ、うん、そしたら2番は、うん、
私が大きくなったら、うん、なんだろうな、うんと、えのきだけにもなりたいなとかなんかそういうさ、なんていうの、金全般の歌、いや例えば金じゃなくてもいいよは、白菜にもなりたいなとか、うんうん、いうのがあって、うん、何個かあって一番最後に、うん、ほーらみんな揃ってカレーだよみたいな、なんか、うん、そうなると食品がこういくつか並ぶと一つの先になりやすいんじゃないの。あー、なるほど。今マッシュルームだけに特化してる。この続きを作る人がいれば2番もあって、うん、3番もあってぐらいな、うん、で全部聞くとカレーの歌、カレーの歌なんかほーらできたよシチューだよとか、あーほーらあぶオリーブオイルで火入れてアヒージョだよとかなんかそんなになれば一つの、なるほど、なんかの歌って言えますよね、うん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 、そうね、レシピ本の歌みたいなね、うん、レシピ本の歌みたいな、ね、まあ、別にレシピになってなくてもいいんだけど、何々になりたい美味しいものの歌とか、うんうん、うん、なんかそういう考えもあるなってちょっと思いましたけど、うん、今これはあの僕お酒飲んでないんで本心で言ってますよ本当にこんなね、もう出だしからわいい曲だなみたいな、もうそうなんですよ、さらりと作られてしまうっていう、素晴らしいですね。このですね、今日聞いたマッシュルームの歌、うん、何か興味を持たれた方、例えば食品メーカーの方や音楽関連のメーカーの方やね、うん、まあ、そしてもう NHK さん、なかなかね NHK さんが TBS ラジオ聞いてましたって言いにくいけども、うん、NHK ラジオさん、あ、 NHK さんのですね、みんなの歌関係者の方ならね、はい、あと歌関係の方とか、はい、何かこんなんどうだと、 という方、ね、はいはい、ありましたらぜひご連絡をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、竹亀ではリスナーの皆さんからの調査依頼、情報をお待ちしています。たま954@tbs.co.jp まで。紹介させていただいた方には、使いかけに見えるけど実は新品という番組オリジナルのガムテープをお送りしております。以上、竹山ガムテープ買ってきてでした。